紫色の花が咲いてる。サレトーマの花だ。清涼はゴーマを警戒していただけなのか。今はサレトーマが取れればそれでいい。そうね。どうじゃ坊、サレトーマは趣味が悪いじゃろ。色の組み合わせなんぞ最悪じゃし。うん、サレトーマは趣味が悪いね。でもこれでみんな助かる。クリアが言っていたゴーマはこいつか。大丈夫？おう、めったに出会わないと言っていたのに。これが死神の呪い？まだ序の口だ。またあの結界。これは一刀対魔師でも張ることのできない結界術。ここまでしてゴーマを生け捕りにしているなんて一体何のために。何にせよこの空飛ぶ虫を倒さぬとサレトーマの花は手に入れられぬぞ。分かってる、やるわよ。クイックネス、いや、ないか。
スはどうだ。飛んだ昆虫採集じゃったの。この虫連れて行っちゃダメよ。処分するからどいて。清涼が守っていたんだ。殺さずに様子を見た方がいいんじゃないのか。自分で世話をするのよ。サレトーマの花を確保できた。これで船の連中もエレノアも大丈夫だ。こら、わしも数え。海賊病という死神の呪いも解けましたね。昆虫ゴーマには驚きましたけど、呪いなんてやはり大げさな気もします。俺と旅をして3年以上生き延びている奴は数えるほどしかいない。油断すると50人目の犠牲者になるぞ。50人。呪いで死んだ仲間の数だ。私気を抜くなということだ。はい。目的の花は取れた。船に戻るわよ。